こんにちは、マサです。先ほどアメブロを更新したんですけどタイトルはやつらの手口は意外と単何で,で単純かというと彼らは同じことを繰り返すからです2年前にもう1個のチャンネル「トリビアオタク」で説明したんですけど こっちでももう一回説明しようかと思います。私が一番最初に言ったと思うんですけど、いまだに誰も言ってないんです。ですから非常に不思議なんです。これは前年比の超過死亡なんですけど、左の2010年と2011年、そして右の2021年以降、 ドカンっってて上がってますよね。2011年は東日本大震災で2万人ぐらいの方がお亡くなりになりました。だから5万6千っていう超過死亡が出てしまったわけですけどじゃあ2010年の5万5千っていう超過死亡は何が原因なんでしょうか私はすぐにピンときたんですけど 2020年と同じことが起きたんです。覚えてますかここでは言えないですけど、意外と覚えていないもんなんです。10年経つと忘れちゃうんです。人間の記憶はこんなもんなんです。2010年も本当、今回と同じことをやってます。本当そっくりです。詳しくは アメブロ読んでほしいんですけど、特例です。評価不能です。関連ないです。なんですよ。当時も。覚えていないと思うんですけど、覚えていないっていうか、知らなかったって言った方がいいかもしれませんね。知らないからこそ、心に残らないんです。2010年のことを詳しく 覚えていないからこそ、2021年以降、こうなってしまったわけですよ。2010年、2020年、2030年でしょうね。単純に考えると。ですから、私たちは、もうちょっと慎重に生きていった方がいいと思うんです。上から見て、下から見て、右から見て、左から見てと。 よく慎重に見てよく考えてから行動した方がいいと思いますリスクが取れるんだったら言っちゃってもいいんですけど特に命に関わることには慎重になった方がいいかなと思います私は投資に関してはリスクが取れますからガンガン言っちゃいますけど命に関わることにはかなり慎重です お金を失っても生きてはいけますけど命を失ったら終わりですからねですから歴史なんかを勉強してやつらの手口を学ぶんです彼らは大航海時代から同じことをやっているわけですからそこから学ばないといけないんです何で秀吉がバデレン追放令を出したんですか 日本人を売っていたからですよね日本人に対して害を加えていたからですよね。今は岸田総理もそうですけど、彼らと一緒になって日本人を叩いているわけですよ。ですから、もうね、完全にやられちゃってるわけです。それを前提にして生きていかないといけないんです。こうやって歴史を勉強して、 俯瞰的に見るといろんな出来事がつながって見えるわけです。だから2010年の出来事も気づいたわけです。興味があればアメブロを読んでみてください。説明欄に貼っときます。では以上です。ご視聴ありがとうございました。